中古 G グレード 2WD5MT 単色のクールカーキです。走行1100キロ、登録1年未満の試乗車をスズキ US ステーションで諸費用込み95万円で購入しました。修復歴、板金や部品交換等の補修歴もありません。はじめは新車で A タイプを考えていたくらいなのですが、結果 G で満足しています。ノーマルのままですが、コーナリングもキビキビとこなせるようになりました。段差の跳ね上げも特に気になりません。燃費も良く、休日は家族での移動もハスラーがメインとなってきました。視点が高くて運転しやすい、愛らしいルックスとなんだかウキウキする車内、豊富なシートアレンジに収納もなかなかいい、 MT ならではのダイレクトな感覚などなど、とても満足のいく相棒ですが、難点を一つ言うと、真上寄りに信号があるケースでは覗き込まないと見えない時があります。 MT 操作にも慣れたので燃費近況報告します。直近の満タン計測ではリッター 19.5 と惜しくも20に届かず、たまに引っ張るのでこんなものかと。もう少し我慢してエコ運転すれば20は超えそうです。走行内容は高速、郊外、市街地がそれぞれ 10% ずつくらいで、通勤がおよそ 70% です。前回同様平均燃費をリセット後に計測しております。通勤往復距離18キロ、18から19、往路は渋滞あり、エアコンシートヒーターオンでリッター16くらいですが、袋はスイスイなので結果的に往復リッター18くらい。市街地18から19、交通状態によりますが、高速20超え、およそ50キロの区間、夜なのでヘッドライトをオン、エアコン、オーディオもオン、乗車人数は1名自分のみ、3つ4つ山があり、かなり傾斜のある上り坂も平坦な道も、時速100キロあたりをキープ。さすがに16まで下がった瞬間もありましたが、ダウンヒルをうまく利用してインター降りた時点で最終リッター20超え。郊外カタログ地以上か。嫁の実家からの帰り道におよそ30キロの区間をメーターで測ってみました。天候は晴れ、昼時、信号は少ない、山を3つほど登り降りする。自分と嫁と子供2人、4歳と2歳の4名乗車プラス荷物たくさん、エアコンはオフ、速度は60キロキープ。はじめは15とかですが、どんどん伸びて驚愕のリッター33まで伸びました。しかし少し街に入り、信号やら渋滞で少しずつ下がってきて28とか。ただこの区間は26セレナでもエアコンオンでメーター読み、リッター17を叩き出せるような区間であり、状況で大きく左右されますので結論を出せませんが、カタログ値の 24.4 は確実に超えます。むしろずっと田舎道ならすごい数値が出そうですが、あるいは夏でも涼しい北海道なら。次に G グレードで良かった装備を。シートヒーター、速暖で朝1のエアコンが効くまでの間とても助かります。オートエアコン、マニュアルでも十分なのですが、設定温度が見てわかるのはやはり便利です。 0.5 度 C ごとに設定できますが、マニュアルだとそこまで細かくできませんので。シートアレンジ、これが一番楽しいのですが、助手席は前に倒してテーブルにすることができます。子供2人と出かけて、お昼はマクドナルドでドライブスルーして車内で食べるときに活躍しました。フルフラットにしてクッション材でも敷けば、体を曲げることなく車中泊もできそうです。リアシートスライドも4名乗車プラス容積再生アップ時に貢献しますし、何より我が家はチャイルドシートを結構頻繁に乗せ替えするのですが、チャイルドシートの設置時に便利です。フルバック状態でチャイルドシートを固定し、そこからシートを前にすることでがっちり固定できます。アイドリングストップ、 MT 車はアイストーフスイッチとは別で任意にストップできます。 N に入れ、クラッチペダルから足を離すとアイドリングストップ、クラッチペダルを踏む、
もし、クワ電圧効果でエンジンリスタートとなります。このリスタート機能がまた便利で、エンストした時にも、まずクラッチペダルを踏み、そして N に入れる。たった、この2つの動作をするだけでエンジンをかけ直すことができます。しかも、アイストスイッチを、オン、アイストキャンセルしている時もです。アイスト不要派の私ですが、これはありがたい機能です。とにかく、今まで眠くて仕方なかった通勤が、楽しくて仕方ありません。